皆さんこんばんは。バックリンチャンネルようこそ。Thank you guys for watching. Come to my channel. 今日は、今後の予定などについて話したいと思います。今27歳で、今年の2月のバレンタインデーには、なんていうのもやったっけな。アスロクっていうこっちにインスタの店の雰囲気などに載せておくんですけど、アスロクっていう駅前のイタリアンレストランでバレンタインディナーをしようと思ってます。それからネイルも、3週間に1回付け替えたいんで、また2月12日かな12日に、ネイルを変えます。前回はシーっていう新しくできたヘアサロンに行ったんですけど、今回はナイスネイルっていうネイルサロンに行きます。メニューはこれ、ここに載せておきます。でこれが値段です。今はグラデーションネイル、紫のグラデーションネイル、今月、ヘッド&ネックマッサージに行くって言うんですけど、ラフィネっていう、最近いろんなショッピングモールに入ってるマッサージ屋さんのマッサージ店なんですけど、ラフィネっていうお店がずっと気になったので、そこでヘッド&ネックマッサージ30分ぐらいかなに、今月行きます。でこれが値段と、あと私が予約したメニューになっているので、もし気になる方は参考にしてみてください。今月っていうのはそれくらいで、バレンタインに行く、バレンタインに行く13日か、その前日にチョコを作る予定なので、クッキング動画とかも今後アップします。あとは3月か4月、多分4月頃にプレバースデー旅行に行く予定で、京都に3泊ぐらいする予定です。その動画も今後アップするので楽しみにしててください。ずっと欲しかったゲーミングチェアがありまして、あって、そのゲーミングチェアがちょっとだけ60、結構安くなってて、 Amazon に出るので、 Amazon で買うまでちょっと迷ってるんですけど、ゲーミングチェアを買います。今後在宅勤務でちょっと後に買ってるので、椅子が必要になってくるので椅子を買います。あと3月の多分大きいショッピングモールのゲーミングチェア、これ1万6000円ぐらいかな、これが買う予定のゲーミングチェアで、もう1個大きいショッピングは自転車買うので、電動自転車からそのまま2万とか1回合計3万4万ぐらいのショッピングは3月に買うので、それで、本業だけだと20万しか稼げないんですけど、いろいろ何でしょう、健康保険とかいろいろ引いちゃうと、手取り総資金25万でも20万になっちゃうので、それから投資に7万円とか使っていただいて、お勉強とか、
準備をしてやっていこうかなと、あとはもうこの人ドライビング方法に考えることと、それを生徒さんに話したり何をしたりとか、taking my first new tech test in July, and once I pass that, I'm gonna get the new tech license. My new desk. So basically, I got a new laptop. I got an iMac from my sister, and the photo over there is from DSP. It's been a business fraternity, and let's see. I have a little photo right here. アクセサリー用品とかはほぼワッツっていうなんか100円均一で買ってます。でアクセサリーとかはワッツ以外の GU とかでも購入してます。アクセはこんな感じで、ここにネックレスができそうなこのチャームがあるので、この赤いチャームをつけてアクセを作りたいなと思います。で、ウェブデザインスクールは3ヶ月くらいとかの通う予定で、オンラインなんですけど、オンラインで授業を受けて、ウェブデザインのスキルが身についたらフリーランスで、SNS みたいなお仕事を、やって、副業でやるか無料でやるかもちょっと決まってないんですけど、であとはそうですね、ネイルの資格1級まで取れるまでに多分まだ時間かかると思うので、来年の
来年の夏ぐらいまでには1級まで取っていたいなと思って、まあ、そしたらお店で働くか自宅で開業するかまだちょっと決まってないので、また報告したいと思います。ネイルが夢で、ずっとネイリストに転職したいってもう24の時から言ってて、なんでもうその夢は実現したいなって思って、開業するとしたらいっぱい費用も必要なので、その分お金も貯めたいですし、あとはもっと暖かくなってから京都に旅行に行きたいなと思ってるので、その旅行の費用も貯めようと思ってます。ニューヨークのペティートプライスっていうどこで買ってるんですけど、これなんかいろいろいっぱいあって、また今後ハンドライトとか前商品を買って、まあ、練習しようと思うので、まあ、その練習用のとかもセットアップしたらまた皆さんに紹介できたらいいなって思ってます。あとはいっぱい動画のネタあるのあるあって、まだその例えばルームツアーとかもやりたいので、もう少し部屋をきれいにしたらルームツアーやりたいなって思います。ご飯というお店と、今日は百均の店で買いましたので、一本の編集からしていきたいと思います。使えるからいいと思って購入しました。こちらの商品が799円です。それからお箸を滑り止めるんですよ。
缶が999円で購入できます。 10ml のアロマオイルシトラスブレンドで、まあ、いろんな匂いがあるので皆さんもぜひ、香りとか私のおフェチなんで気になる人がいましたらぜひ購入してみてください。そしてセリアで3つ購入しました。1つ目はチップアナデールのめちゃくちゃ柔らかくて、あと巾着になってるので、この紐で閉じれて、まあ、小物とかをここに入れて持ち歩かれることができるので便利だなと思って購入しました。次の商品がフィットバスケットスタンドのネイビーです。このネイビーのバスケットは机にこうやって置いて、私とか今ネイルの勉強してるのでそのネイルの教科書とかあるので、まあ、それを持ってます。これをこうやって例えば入れて立てかけられるのでちょうどいいです。収納ペンもあればハンコもついてるっていう超便利アイテムで100円でした。以上で購入品紹介です。 Hope you guys enjoyed this video. Don't forget to like and subscribe and I'll see you guys in the next one. Bye.